と電波が弱いかな。おはようございます。あれ、おはようございます。ありがとうございます。今日は5月の15だよね。あ、14、あ、14だ。5月14、あ、そうだ、昨日13だ。14の水曜日です。15だった、大変だ。そうそうそう、今日皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか今日暗いんですよね。で、またちょっと、まあ、昨日一昨日夏日だったんで、夏日っていうか、このね、何日かこっからまた一回ね戻るらしいので、やっぱり冷たい感じでね、暗くなってきて、お天気も崩れていくって感じですね。そんな朝ですね。そうするとやっぱり部屋のなんか明るさも違うからね、毎日すごい違うなと思ってますけど、そんな感じですね。今ちょっと千鶴さんの投稿を見てたら遅くなって、ね、パリ無事に着きましたねみたいな感じで、ね、そんな、もう言っていいかなみたいな感じですけどね、なんか、なんていうのかな、そんな感じです。そんなになんか私パリパリ言ってなかったつもりだったんですけど、なんかすごいすごい、なんか行きたかったらしく、行きたかったらしくっていうか、でもね、なんかあれですね、まあ、彼女もターニングポイントのようで、なのでなんか自力で動かすってね、絶対なんかこう流れに飲み込められるんじゃなくて、こうすごいやっぱ行ける時は行けるんですよね。なのでなんかいろいろあるいいんじゃないかなったら偉そうだけど、そんな感じですね。多分なんかだから私は完全にターニングポイントだったんで、誰でもね、誰でもパリパリがターニングポイントなわけでは全くないんですけど、やっぱりね、その流れとして、なんていうのかな、完全にこう今の人間関係とか今やってることとかをこう完全に一回切るっていうのって、やっぱり同じ場所に住んでるとすごく難しいから、なんていうの、自分探しに旅に出るとか言ってあちこちこうずっと行ってる人とかいて、どこ行っても自分はこの自分だからあれなんだけど、そうじゃなく、なんかこうやっぱりね、一回このなんていうのかな、全てをこう一瞬こう断捨離みたいにしちゃうのは、やっぱ移動するって大きいですよね。だからなんかやっぱり、でもそれもそういう時期になると、そういう風になり行きたく、そういう風になるんですよね、やっぱりね。だから行けばいいわけでもないし、そこまでね、なんかこうなんだろう、自分の中でいろんなことがこう積み重なって、なんか時期が来るとこうスパンっていけるんじゃないですかね。なんかそういうのをこうなんとなく見てて、ああそうなんだなって。自分の時とかだと、だからやっぱり物事何かに動く、千鶴さんとか関係なく何か動く時っていうのは、やっぱり自分の中で何かが飽和状態になって、例えばコップに水がこう溜まっていって溢れたっていうのが外に見える動きだから、そこの溜まってない時に溢れた人の真似しようとしてもやっぱ動けないし、そして溢れたらもう自然にそれしかないみたいになるんだろうなと思って、なんとなく
とっても自然だなと、別に1ヶ月ぐらい、1ヶ月半ぐらいのかな、でまた帰ってくるんで別にそのままいるわけじゃないんですけど、でもなんかすごい自分と向き合うのに自分知ってる人がいないとこに行くってやっぱ大きいですよねとかね思ったりしましたけど、まあ、単純にいいなっていうのもありますけどね。皆さん今もう行けますよ、パリとかヨーロッパ。なんかちょっと大変ちょっと大変、直行便なかったりいろいろするけど、でもね行けますし、今年なのか、でも私もっていうか、もうバタバタバタってやっぱりいろんなことが起こるっていうかね、あれなので、やっぱり今年はなんかちょっと違う感じなんじゃないですか。皆さんどうなんですかね。こんだけ私は割とそう、もともとそのなんかなんていうの、どってなんていうのかな、例えばどっか会社とかに勤めてたら一応なんかこう辞めたりしない限りはある程度もう何十年先まで読めちゃうじゃないですか。それは安定というかもしれないし拘束というかもしれないけど、でもそれがないからはっきり言ってなんか来年のことって白紙なんですね大体。だけど今年ほどなんかちょっと来年わかんない、さっぱりわかんないっていうのってないなって思いますね。でも去年とかも、まあ、この 2,3 年ぐらいから結構いろんな話を聞くからコロナとかもあったし、だから今年の2020年とか21年の段階でも先の読めなさ加減すごかったんで、2022年がもうなんか何もなんか最悪なこともあるかなとも思ってて、2020年ないかもないかもっていうかと思ってたらなんか執行猶予伸びてるような感じがしますね今年。だからまだ今年は動けるんだみたいな感じもあって、なのでまあ小出しにとかね、その小出しっていうか、そのあとそのなんかそういう来たやつとかが、じゃあちょっと今年ありすぎるんで来年にっていう、また次っていうのがなんかあんまりないっぽい感じがすごい、次っていうのはまた次があるけど、この今あるものを今までだったらまあまた次もあるやとか、例えばその千鶴さんがパリ行ったっていうのも今までだったらまあ来年でもいいやとか次もあるしねっていうのとちょっと違う、千鶴さんのことは分かんないけど、でもなんかそういうなんか雰囲気あるなと思ってね、今年のなんかなのでみたいなこととかあるけど、でもまあなんか例えばもう今年で人生終わりますって言われたらやりますよね全部みたいな感じ、とりあえずそういう風に思えばいいのかなと思ったりしたりねしてますけどね、別に 何があってわけじゃないけど、そういう年もあるんだろうな、なんか全体的な流れとして。だってねこういう戦争とかだってちょっと先が読めないからね、えコロナもだってまだねちょっと分かんないじゃないですか、どのような、 なんかまたなんか今朝ニュースまたアメリカの方がもう一回規制が戻ったりとかねするとこもあったりなんだりだと、動ける時に動くっていう感じってねありますよね。そんなことを思ったりしながら今見てましたけど、じゃあなんかちょっとまず行ってみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。Thank you.
終わりました、ありがとうございました。なんかあの今日これの日でしたね。途中からなんか鐘がずっと鳴ってる感じでしたけど、どうしましょうかね。あのそんな感じ、あのおはようございますって感じで松木さんがいらっしゃったんで、あのなんとなくあの私がパリの投稿すると松木さんがあのパリお好きなんで、お好きなんでってか多分なんかね詳しいんですよね、あそこのなんかあそこのお店みたいな感じなんだと思うんですけど、今さっきいらっしゃったからちょっとさっそこまでの話をあれ説明しますと、ってか私の友達で私がいつもなんかパリの話そんなしてないけどなんか してたらそのパリ行こうって思ったらしく、このコロナ禍ではないですけどなんかしかも大胆に1ヶ月とかっているらしいのでなんかね羨ましいなっていう話をしてたんですけど、ね、写真楽しみだなみたいな感じですけどね、そうですね、なんかエッフェル塔のね近くのなんか私が説明してもあれですけどなんかそういうねアパルトマンホテルみたいな感じで1ヶ月とかいられるお料理できるようなアパート住むみたいな感じにするみたいですけど、ね、早速エッフェル塔の写真とか上げてくれてましたけど、まあねそんななんか話そうと思ってたんですけどちょっとそれさっき見たらその話になっちゃったんですけど、エッフェル塔ってちなみに全部ボルトで締めてあるんですよね、あれで、だからそれが逆にこうなんていうのかな、ちょっとしたこうなんていうの、こう歪みを吸収するじゃないですか、だから強いんでしょうね、なんかその遊びがそのね、ボルトだから多分なんか怖っと思うけどうっかりなんか外れちゃったらバラバラバラってなっちゃいそうな、まあそんなやわなもんではないですけど近くで見たらすごいすごいすごいあれですけど大きいボルトとかだけど、なのでなんかなんかしなやかなんですよエッフェル塔って。ああいう大きい構造物ってなんていうのかな、やっぱり揺らぐ感じがしないけど別に揺らいでないんだけど鉄なんだけどなんかねやっぱ昔はねできた当初は非難轟々だったらしくって、でなんかエッフェル塔の中に展望台があってレストランがあるんだけどそのできた当初はパリで一番パリのね景色が一望できるからまあ景色がいいんだけど皮肉でパリの中で一番景色がいい場所はエッフェル塔のレストランだとか言って、理由はエッフェル塔が見えないからとかいうぐらいなんか最初はね非難轟々だったらしいですけど、でもなんかなんかエレガントなんですよね、威圧的ななんか巨大ななんかのとはちょっと違う、凱旋門と全然違いますよね、凱旋門とエッフェル塔ってやっぱりだから、まあ、空気が通るっていう感じもあるんでしょうけどとかね思ったり今ふと思いましたけど、そんな感じでなんかそうだな、そうですね、なんかいやでも今年は誰に限らずなんかターニングポイントなんじゃないですかとか思うけどどうなんですかね、私の周りだけですかね、わかんないけど、なのでなんかそうですね、なんか波に乗るっていうか、なんか私が思ってんのは皆さんわかんないですけど私思ってんのはだからそのもう違うから今までもう日々刻々と変わるから
去年のとかちょっと前の感覚を使ったらダメなんだと思うんですね。その今来たことをやるのに、今まで の方程式とか私なりの方法みたいなのを採用すると遅れていくので、なんかもう今のことはもう新しく、新しいやり方みたいな感じな感じかなと思って、なんかそこら辺をこうどんだけこう柔軟っていうか、その過去、今ここってことですかね、過去に探す、正解を過去に探しに行くとずれるっていう細かくも、なんかすごい日々実感してる感じがしますけど、ずれるっていう、その今までのやり方でうまくやろうとすると、なんか今まではそれがうまくいったとか、それが一番早かったとかだけど、それがなんか引っかかりだなみたいなことが多々ある。でそれを捨てて、もう捨ててゼロから今に集中して、なんかアイディアっていうんじゃないけど、なんかっていうと、今の中に、何にもない今の中にヒントがあるって感じかなーって、すごい細かくも、なんか昨日とかも思って、昨日今日とか今朝とかもなんかちょっと思ってましたけどね。だからそういう風にしていけば、今までのやり方ではできないこともできるかもしれないし、間に合わないことも間に合うかもしれないし、なんて同じことばっかり言ってるけど、その間に合わないんですよ、私時間がなさすぎて。だから時間がなさすぎるっていうのも捉えようだから、やっぱチャンスなんですよ。時間がないというチャンスっていうのは、その捨てるチャンスですね。今までのやり方を断捨離するチャンスとかね。だからそうですよね。だからなんかまあね、それぞれね、だからまあちょっと千鶴さんの話はね、千鶴さんがするからあれですけど、やっぱりタイミングだし、そのやっぱチャンスですよね。ここまで動けちゃったっていうのは、やっぱりそれ何かがチャンスなわけだし、彼女にとってのその良くないと思ってたことがチャンスだから、本当に裏表なんだと思うんですよね。だからそのいい悪いはないなっていうか、いいことっていうか、なんかなんかこう、なんていうの、ことを起こしたいっていうか、どっちにしても幻想だとしても、なんか起こしたいと思ったら、陰陽セットだから、本当に陰と陽がセットで拮抗して、こうなんていうのかな、バンってものが出るから、むしろ、もう本当は時空がなんか同時だけど、こうこの世的に展開するとしたら、先に悪いこと出ますよね。悪いことっていうか、陰っていうか、逆方向の触れが一回来ると、それを利用して、その反作用で、って普通のことじゃないですか。だからなんかむしろその日常でなんかそれを端から利用していくっていう、てか そこがなんか宝庫かもしれないしね、ヒントのね、とかなんか思ったり、普通になんかピアノ弾くとかでも、両方の動きなんですよね。そういえば私が多分筋トレとかすごいする人はそう同じことなんだと思うんだけど、私一時期ものすもう相当10代とか20代とかですけど、相当マニアックに指の筋肉の一本、そういう方に出会って、裏の世界、裏って裏のそのピアノでも表じゃなくて、そういう方がいて、でその本当にこの細い筋肉一本一本を、もうなんていうのかな、解剖じゃないけど、その人のテクニックに、のウィークポイントとか
を結局でも私も、まあ、それが全てではないってなったけど、でもその骨とあと早く動かすっていうのは脳だから、脳の神経だから、その脳の神経の回路を作るとか組み替えるとかみたいな、そういうのもトレーニングもあったし、あと指一本一本を本当になんか 5g、10g、100g みたいな重りをね、いろんな形でこっちにかけると、これをこうこっちにこう上げるための筋肉がこの辺だとか、ここ下げる筋肉がこの辺にあるとか、そうやって細かくなんかこうとか、そういうのをにハマった時があったんです。やっぱりでもそれすごい大きいですけど、分かってるって。だけどその時に初めて知ったんだけど、普通に足で立つとも同じだけど、指が立つって本当にいい感じの、外から見たら分かんないじゃないですか、どうなってるか中の筋肉のって。だけど理想的な、ものすごい雑に言うと理想的なタッチっていうか、指で立つっていうか、足が立つみたいになのって、どこか一個の筋肉がなんか、なんか例えば私曲げるとか引くとか、ものすごい雑に、曲げるときは、屈筋とか伸筋とかある、屈折と伸ばすととか、だから曲げるときは屈筋とか、こっちは伸筋とか、なんかなんていうのかな、あと、あんまり考えてなかったんです。だけど結局その止まって立ってるっていうのは、その人間は当たり前にやってるけど、なんか恐ろしくなんか微妙で とてつもないバランスをとって、それをかつ自然にこう赤ちゃんが立つ中で自然に覚えてやってるけども、それがなんか奇跡的な話だっていうことが分かったっていうか、結局その指が立つでも曲げるのと伸ばすのと両方の筋肉を使って、それが完璧なバランスによって両方の力がなんていうの、拮抗してっていうか均衡してっていうか、なんかなって、であるポイントでなんかカチッてこうピントが合う、だから陰と陽のピントが合った時に、なんていうのかな、無重力っていうか、なんか力使ってないっていうか、そういうなんかあるんですよ、その抜けるっていうか、底を抜け、次元抜けるっていうか、なんかでもその筋肉からそういうことを言ってる先生がいて、前にだけど、そのちょっとすごい変な方に行ったけど、だから全部必要っていう話ですよ。なんかすごいちょっと話例えになるのかんだけど、その悪いことって言われてることは悪いことじゃないっていう話ですね。悪いことなんてないっていうか、裏側っていうか、だからいや別に悪いことがあるわけじゃないけどっていうか、何が悪いことか分かんないから、だからまあ例えばすごい救いだなと思ったんです。救いだなっていうか、ホロスコープでもうなんかもう抜き差しならんていうか、最悪のなんかもうどこにも動けませんみたいなのが極まった人は結局悟りやすいって、そここの世を抜けられるっていうか、一番自由なとこにとかは極端だけど、だからそこまで行ってもそれ利用して反転できるっていう感じだから、なんか今年の使い方ですかね、知らないけどなんかよく分かりませんけれど、いろいろなんかことが起きてる時って乱世じゃないですか。乱世って絶対面白いと思うので、世の中もすごいけど、多分個人の中でもやっぱり影響はね出てくるから、今までと違うっていうのってどう考えても
それ全部使えるっていうか、かなとか思ったりしましたかね、あ、してますかねっていうか、だからまあ柔軟に考え、なんていうのかな、来たことをね、自分のところに流れてきたいろんなことをどうやって、まあ、料理していくかってことですよね。全部ね、料理って思うんだったら、そう、素材だから、起こってきたことは素材だから、それをどう、あ、ゴミが流れたって言って捨てるっていうのもあるけど、もしかしたらすごい料理になったのにってこともあるかもしれないし、なんとも言えないですよね。ただそうすると、そこら辺だからって言って、ゴミ全部ゴミ屋敷にするっていうことはまずいので、だから本当になんか今までが通用しないなと思って、捨てるものは捨てるっていうのも、だからそれ同じことですね。同じことですよね。だから今まで価値があると思ってたとか、今までこれはキープしておこうと思ってたとか、そういうやつを捨てるっていうのもなんか同じことです。あと、できないと思ってたことやるっていうのもあるし、必要だと思ってたものを捨てるっていうのもあるかな、じゃないとやれないよなとか、いろいろ思ったりなんだり、どうですかね、それぞれなんかあるかもしれませんけど、そんな感じのことを思いましたっていうことですね。では、ちょっとなんかあんまりまとまってませんけど、なんか昨日なんかね、私的には昨日すごいって言いながら何言ったか忘れちゃって、さっき話す前に何言ったかちょっと思い出そうと思ったんですけど、でもなんか昨日私なんか自分のためになったみたいな感じだったなんかなんですけど、まあね、なんか日々ですね。だからやっぱりもう全然違う、1ヶ月前とかとも全然違いませんとか言って、だからでもその時ですよね、その時やっぱワンチャンスだから、あの時普通にやれる余裕があったことが、もう今はやれないけど、もう今はいらないとか、そんな感じでこうずっと同じじゃないからっていう感じですね、なんかと思ったりしてますけどね。そんな中、なんか千鶴さんもパリに行きみたいな感じですね。なんかあんまり別にそれぞれのなんかあるんだろうなって思って見てましたけど、そんな感じです。ということで今日は4月の14日木曜日です。では今日は今日でまたいっぱいいろいろあるんで、まあなんか一個一個って感じですね。いやコメントありがとうございます。だから今には何もないから、本当にそれですね、なんか それもすごいそう思った、なんかなんていうのかな、今は今だけ何にもないところでやんないとブレますね、ブレるし、なんか濁りますね、なんかやることがね。だからなんかそんな感じです。ということでありがとうございました。では今日が素敵な一日でありますように。ではまた明日の朝に、失礼します。サルルさん、コメントありがとうございました。失礼します。